吉地下王内閣は、新朝の戦闘3年4月10日に成立し、同年の9月11日に解散した、中国史上最初の内閣。内閣総理大臣喜び新納駅協が組閣したが、閣僚の多くが皇族で占められていたため、皇族内閣と揶揄された。愛新閣羅駅協1911年5月8日、清政府は、軍旗ところの撤廃と、 内閣制度の発足を宣言して、内閣総理大臣と諸大臣を任命し、同日内閣官制と内閣弁事残考招弟を交付した。しかし初めて運用する内閣制度に、清政府は慎重であり、内閣官制は施行されず、内閣は暫定版である内閣弁事残考招弟を根拠に成立した。また、軍事上の問題については、 内閣の干渉から外され、皇帝直轄の軍司府大臣である斉藤が担当した。内閣の総理大臣、閣僚は下記の通り。特に説明がない限りは1911年5月8日に任命され、11月1日の内閣が会とともに解任された。日付はすべて揺り薄れき。上記の表の通り、 皇族と満州人が重要閣僚ポストを独占しており、6人いる漢人国務長官は女性賞を除いて実権がない名誉職であった。この組閣の失敗については、一般的に摂政王の初めの責任が大きいとされる。戦闘3年5月27日新朝廷は下記の内閣の続刊人事を認可した。吉地下王内閣は侵害革命の波に、 対処できずに瓦解し、革命勢力を抑えるだけの力を持った、遠征外が次の内閣を組閣する。また、待望の内閣が蓋を開けてみると、これまでと変わり映えのしない、皇族内閣だったことは、立憲派と国内世論を失望させ、政調には立憲君主制に移行する気がないものとみなした、国民を革命運動に傾倒させる一因となった。ありがとうございます。